いただければ40万円というのはいけます。お金についてのご相談ですね。利息、確実に稼げる投資は何でしょうか。あとお得な投資、確実な投資、堅実な投資ということなんですけれども、まあ、確実っていうことがまずそもそも、まあ、ビジネスの世界はもちろんそうなんですけど、投資の世界もですね、確実っていうのは、まあ、言うこともできないですよね。言うと違法になりますし、でそもそもそのプロのトレーダーでも確実っていうのはないんですよね。なので投資っていうのは常にリスクを伴う。でそのリスクは、まあ、遊園地で遊ぶための入場料のような表現をよくされるんですけども、まあ、これをですね、このリスクをなしでですね、確実稼げるのは何でしょうかというのは、まず投資自体は分かってないということになってしまうんですよね。なのでこのリスクがあるということを分かった上でですね、少しでも堅実なものを投資していくと、まあ、もしですね、短期的なものを狙っていないのであれば、もうとにかく SP500 インデックス